J1 に昇格した横浜 FC 四方田周平監督、49、が17日、オンライン取材に対応した。18日にホーム2発で控える名古屋グランパスとの開幕戦に向けて、フォーメーションは 3-4-3 で行くのか、4-2-3-1 で行くのか、楽しみにしていただければ、と不敵な笑みを浮かべた。チームのキーマンには、昨季 J2 で得点王に輝いた FW 小川光輝、25、今季からキャプテンを務める DF ガブリエウ、25、を挙げた。同監督は、小川、光輝も、キャンプ中の練習試合で一番得点を取ってきている。去年みたいに、得点を量産できるか、守備で言えばガブリエウが中心になる。どれだけ、まとめられるか？二人とも、怪我なくここまで追い込んでこられた、と順調な仕上がりに期待した、名古屋の印象については、堅い守備をベースとして、前線に強力なアタッカーがいる。選手層も厚い、と警戒心を強めた。1年での J1 復帰、一喜一憂せず、やっていくことが大事。チームとして J1 経験値が少ない。順応していくこと、いろんな引き出しを持っていくことが大事、と頷いた。